こんばんは。麹町ワールドスタジオです。本日の放送はドクター小橋の健康講座1分間人間ドックドリルで健康診断の第4回胃がんのチェックを放送いたします。先生をご紹介いたします。元杏林大学大学院教授、小橋文春ビル診療所院長の小橋先生です。小橋先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今まで の, 第4回となりましたけれども、大腸がん、肺がん、そして今回が3回目のがんで胃がんということでございますね。かなり内容的にもちょっとボリュームがありますので、早速では、中身の方に進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではパワーポイントの画面、まず胃がんとはということになりますけれども、日本における胃がんの死亡率ですね、男性は2位、女性は3位ということで、男性女性ともにかなり上の上位を占めている、死亡率と上位を占めているということですね。前回肺がんでしたけど、肺がんと胃がんを合わせればね、もう年間10万人に超えているということですので、ね、やっぱり本当に気をつけなきゃいけないがんの、一つですね。そういうことですね。そして胃がんは男女とも40歳代から70歳代に、罹患率は増加する、しかし死亡率は減少傾向にあるとございますけれども、これはやはり健康診断、バリウムであるとか、あるいは内視鏡であるとか、非常にされる機会が、多くなったということが、やはり、それとやっぱり早く見つければ、やっぱりなんとかなりますからね、そこなんですよね。その早期で発見するためにということで、やはり検診がかなり重要になってきますね。そうですね。そして3番目になりますが、胃がんにはピロリ菌感染が関与していると考えられているということで、血清ヘリコバスターピロリ IgG 抗体検査が、ピロリ菌の検査では、こういった検査の名前が、そうですね、昔から胃の中は協酸ですから、ペプシンとか塩酸とか、いっぱい出ますので、そういう中にばい菌いるとは思えなかった。ばい菌、汚いものを食べてもその中で、除菌してくれると思ってたんですね。ところが、実はもうそのヘリコバクターピロリっていうね、キャンピロバクター群なんですが、そういう特殊な菌が潜んでいるということが分かってですね、そういったものがその今では、胃の中の細胞に悪さをする、圧倒的に、ピロリ菌がいる方ががんの発生率が高いということがもう報告されてますので、胃がんとの関与が濃厚であるということです。ですから、ピロリ菌を見つけて、ピロリ菌がいますよとなら、やっぱり除菌をしましょうと、1週間お薬飲んでですね、除菌をするということが大切なんですね。なるほど。先生、ピロリ菌というのは、そもそも胃の中に皆さん持っていらっしゃるものではない？いません。こちらは何か食べ物とかで？そうです、いろんなこと、傾向ですね、傾向で、感染するということで、日本人は比較的増えてるんですね。ですから、やはりピロリ菌の検査は、ピロリ菌がいると、脱アミノを起こしやすいですから、アンモニア臭で口臭の原因にもなると。だから胃が悪いということで、口臭の原因という時に結構ピロリ菌が関与している場合が多いんですね。なるほど。ピロリ菌は移るんですね。移ります、なるほど。で続きまして、胃の粘膜、こちら萎縮が進むほど胃がんの発生がしやすくなる、血清ペプシノゲン値検査、でこちらは基準値以下であれば、胃がんの場合はリスクの方が高い、大きいということなんですか。この辺も随分前から注目されてましてね、ペプシノゲンの検査もありますけど、一応保険適用にまだなってませんので、こちらは保険適用外のものなんですね。外なんですけれど、特殊な、胃がん検診とか胃がんドックなんかの場合では、やはりペプシノゲンを見る、それからワンツーを見る、その比を見るということで、3.0 以下の場合にはリスクが高い、そこで実際にゼロですね、
まあ、このペプシノゲン自身は70ナノグラムパーミリリットル以下ということで、まあ、その辺からそれが下がれば下がるほどリスクが高くなるということ、うん、実際にこれが低くなると胃がんの発生率は5倍か6倍になると言われてますね。それだけ上がるわけですね、はい。先生、すいません、胃の粘膜の萎縮というのはどういった状態のことを？やはり何度も慢性炎とか、はい、あるいは治ったりまたなったりするとだん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 細胞がこう縮まってきますよね。縮まってくる状態のことなんですね。そうですね、はい、それを萎縮ということなんですね。そうです。なるほど、はい。で、続きまして5番目ですけれども、健常な胃組織にはがんは発生しない。まあそうですね、健常であればですね。で、胃腸は自律神経の支配。そうなんです。これ当たり前なんですけれど、はい、実はやはりその健常な胃というのはもちろんピロリもいないですね。そういったその健常な胃組織ががんを発生しないということは非常に大切なんですよ。で、結局、まあ、不摂生、食事の、ね、内容も食べ方も食べる時間も、でしかもこの後に書いてあるのは、はい、胃の動きというのはですね、まあ、腸ももちろんそうなんですが自律神経の支配なんですよ。だから例えばじゃあ私は今胃をもっと動かしましょうとかね、うん、頑張って食べたんだから今動いてねって言ってもこれは無理なんですよね。自分の意思で動かせるわけではないからですね、はい、しかも、うん、もう、まあ、これから寝なきゃいけない、休まなきゃいけない時に夜前に食べちゃう。あ、夜遅くに。そうすると、うん、もう胃は勘弁してくるというのはやっぱり動きが悪くなる。そうすると、うん、なかなか消化できない、次に行かない、うん、そうするとまあ、そこでね胸焼けとかゲップとかいろんな症状になってきて、まあ、胃炎になる、うん、あるいは時には潰瘍になるということになりますからね、うん、なるほど。ではその、まあ、胃がんとはというところなんですけれども、はい、早速ですけれども、はい、じゃあチェックドリル、1分間のチェックドリルを、はい、じゃあ25問ですけれども行っていきます、はい。1番、胃薬は飲んだことがないかあるかというところですね。先生、この胃薬は飲んだことがない方っていらっしゃれるのかななんても思ったりもするんですけれども、いらっしゃいますよ。やはり患者さんの中ではね、薬はもう全く嫌いだと。ああ、はい、なるほど。で、だけどそのなんとか健康食品は大丈夫だという人もいるから、薬ではないけれど、うん、やはりまあそういうね薬に対する恐怖というのはある程度は。ちょっとね、まあ、どうかなとは思いますけどね、まあ、本当に年齢によってはとは思うんですけれども、働いている方とすると、うん、なんか胃薬であるとかはなんか飲まれている方がなんか多いのかなっていう。あ、多いですよもちろん、うん、はい。ただ、まあ、薬はもちろんね少ない方がいいですし、ないのに越したことはございませんからね。2番目では40歳以上である、先ほど の, その年齢の部分でですね、うん、そうですね、はい。で3番目、塩分摂取は多い方である。やはりその胃がんというか塩分、これはかなり左右されるものなんですね。そうですね、まあ、後でも食べ方で言いますけれど、やはり塩分が強い、はい、でそこで持ってきて、胃が荒れていると、やはり壁細胞が塩酸とかペプシンがどんどん出る、そこに何かその攻撃因子が加わると時にはニトロ素化合物というね発がん性を起こすようなものができちゃう、はい、それは、まあ、ここで言っちゃうとなんですが、おこげみたいなものですね、魚の、はい、例えばもう真っ黒毛になったのとか、焼肉でも、まあ、もう炭化したの真っ黒毛のものを食べちゃうと、でそれも胃が健常ならいいんですよ。だからそういった場合に、それ塩分が加わって、そういう発がん物質になることがある。なるほど、そこでつながってくる、ね、そうですね、はい、うん、はい。では続きまして、4番目、よく噛まないで早く食べる。あ、いますね、結構思い当たることがございますね、はい。日本人多いですね、特に。そうなんですか。西洋人は熱いものもそう食べませんし、はい、ヨーロッパでオリンピックした時ね、はい、ラーメン店が結構出たんですけど、みんな伸びるまで待ってそれからゆっくり食べるのでちっとも、まあ、あまり評判良くなかったなるほど、なるほど、うん、その
国にもよるんですね。そうですね、早食べって、まあ、どうしても、うん、あのいい意味では几帳面でね、はい、食事の時間を楽しむというよりも早く取って早く復帰という現場にね、そういうことなもんでどうしても早食べしちゃうという、うん、そうすると噛まないでしょう、そうすると消化にも悪いでしょう、もう直接の胃に行きますから、胃の負担が大きくなりますね、はい、なるほど、はい、では、続きまして5番目ですね、時に不摂生で胃炎を起こす、なるほど、その、うん、胃がムカムカするとかそういった状態です。まあ、あのやっぱり食べ過ぎ。食べ過ぎ。うん、それから食べなすぎ。あ、それでもあるんですね。そうもう全然朝ごはんも昼も食べないで、うん、もう突然食べるとかね、うん、そういう不定期なこととかですね。うん、それからあのまあ俗に言う食べ放題とかね、うん、もったいないから食べなきゃいけないとかね、うん、そういうのっていうのは、うん、やはり胃には負担きますね。なるほど。で、続きまして6番目ですね。直系のご家族に胃がんの方が、まあ、いる、胃がんの人がいるということですね、はい、まあ、やっぱりあの生活があの一緒ですし、それから、まあ、もちろんね遺伝子の問題がありますけれど、やはりそう起こしやすい家系というのはあることは確かです、うん、はい、では続きまして、7番目はタバコを吸う、先生やっぱタバコも原因があるんですね。そうです、最近非常に言われてるんですね、うん、あのタバコ私は吸いませんけど中に入れますでしょ、胃の中に、ああ美味しいっていうこと、胃の煙を、だからそれは当然、胃にももちろん良くないでしょうし、なるほど、はい、影響がやはりあるというところですね、はいはい、で8番目でございますが、熱いものが好きである、これは食べ物の熱いものです、ね、そうです、はい、すごくいや飲み物もそうです、飲み物も熱いものが好きであっていうのは、うん、これもあの特色ですね、はい、食堂もやはり熱いものをあまり、好まれると、まあ、やはり食堂炎とか、うん、食堂火炎とか起こしやすくなりますからね、うんうん、そうですね、はい、では、続きまして9番目でございますけれども、9番目はゲップがよく出る、まあ、消化が悪くなる、それからあの、うん、まあ、早食べによって空気嚥下もしちゃうと、うん、あのだから胃が痛い痛いって起こしになった時にね、もうお写真1枚撮るともう、はい、と思うぐらいそのもうガス でご本人もあの、うん、上腹部張りますからね、うん、それと特にあの女性の場合はそんなあのゲッとゲップやりませんしませんしね、そう、うん、まあ、できないし、うん、だから余計そういうのであの溜まっちゃうんですね、ですね、はいはい、続きまして10番目、便が黒いことがある、これは黒いっていうのはやはり、まあ、真っ黒けっていう場合もありますが、コーヒー残作用っていってね、コーヒーの後にこうすすけた残りますね、はい、そういったものがうんちの中に混じってるっていうこと、うん、それはやっぱり上部消化管の出血を表すんです、血で黒くなるってことなんですね、そうです、はい、なるほど、やはりちょっと便もチェックをしなければいけないですね。そうです、まあ、これはもうぜひね、うん、あの流す前には見ていただくということが大切ですね、はい、続きまして11番目、カレーやキムチなど香辛料の強い食べ物が好き、これはやはりあの全部そのつながってきてますね、その塩分であるその食べ物の熱いから、ね、はい、これはね、あのある程度個人差がありますから、あのどんなにね、あのカレーやキムチが強くても大丈夫な人もいらっしゃるけれど、やはり、うん、まあ、あの同じようにね、調子の悪い時にやはりそういう香辛料の強い食べ物は必ずしも良いというわけではない、ないということですね、はいはい、で続きまして12番目、焼き物のおこげなどはなどおこげを平気で食べる、あこれ先ほどの話出ましたね、そうですね、おこげって言ってもあの、まあ、ご飯のねおこげというよりもむしろあの焼き魚のね、もうカリカリ、まあまあ焼きすぎとか、お肉も焼きすぎとかね、よくバーベキューでもうそうそうそう炭化してるようなものをね、それも一緒にっていうのはやめられた方が無難ですね、うんうん、そうですね、はい、13番目、寝ていていつで目が覚めたことがある、寝ていて もう目が覚めるぐらい痛いというのはかなり その症状が進んでいるような感じがします ね、 そうですね、うん、逆流性食道炎でもやっぱり寝てて、はい、あの胃液が上がってきて寝てますとね上がりやすいですから、それでもって少し炎症があるとね、うんうん、まあ、あの潰瘍なんかだと
簡単に言うと口内炎にお醤油塗ったみたいなもんで痛いでしょう。それがやはり、まあ、胃に起きるというようなことで、うんうん、痛くて痛くてとかになりますね、うん、はい、そうか、寝ていると体が横になるので、そうです胃底部っていうのはやっぱりあの食道から胃の胃底部でございますね、はい、やっぱり寝てるとそのそれが戻りやすくなって、安くなるということなんですね、はい、しかも逆流性食道を起こしやすいように、うん、横隔膜があってスライディングしやすくなって、なってる人は特にやっぱり起こりやすいですね、うん、だから寝ていてというところなんですね、うん、なるほど。では続きまして14番目、胃潰瘍、十二指腸潰瘍にかかったことがある。もうすでにもうかなり、そうですね、十二指腸潰瘍なんかもう本当にストレスがかかるともう48時間ぐらいでできることありますからね。そんなに短い時間でできるんですか。そうそう、はい、だけど治るのも早いし、それから十二指腸ありがたいことに、はい、めったに十二指腸がんっていうのはありませんね、報告するぐらいで。やはりその辺は小腸がんっていうのは極めて少ない、うん、それはやはり非常に大切なところですからね、うん、消化あのするのはいいですから、でその後で吸収するとかね、そういったものは、小腸、つまり十二指腸、空腸、はい、海腸といきますからね、だからそこはやはりあのなんていうか防御システムというか、小腸がんというのは極めて珍しいですね、ないわけじゃないんですよ、極めて珍しい。でもその後の水分をあの吸収して大腸にして流す場合には大腸ががんが多い。ではこちらもあの、まあ、関連してますけれども、15番目、ストレスに弱い方である、うん、あのまあ、本人がもうかなりその今先ほど言いました自律神経ですからね、胃はね、ですからやはりその胃が痛いとかなんかもあの逆にストレスで痛くなる、痛くなってまたそれがストレスになるということになってきますから、まあ、あのその辺は胃も身の内ですからね、やはり、気をつけて、今日は消化の胃もしておこうとか、うん、腹8分目しようとかっていうことも大切だし、ですから寝ていないと、ストレスで寝てないとやはり胃の動きも悪くなりますからね、全てに影響が出てくるんですね。そうですね、なるほど。では続きまして16番目、食事の時間は規則正しい方である。やっぱり3食きちんと、そうですね、時間を、はい、同じ時間帯で、まあ、毎日、そうですね、その方が、うん、食べることですね、特にあの夜遅い方っていうのは、うん、それだけ負担がやっぱりかかりやすいということですね、うんうん、不規則はあまりよろしくないというところですね、はいはい、では、続きまして17番目の項目になりますけれども、17番、朝食は毎日必ず食べる習慣である。先生、特に朝食はあの必要になってくるんでしょうか。必要なんです、あのだって寝てるときは全然食べてませんでしょ、空っぽでしょ、空っぽの状態ですね、うん、ですから、うん、やはり あのある程度消化のいいもの、うん、そういったものを朝必ず召し上がるということで、うん、それからやはり食べる、唾液を出す、よく噛む、その辺からやはり一日のスタートっていうのですからね、うん、だからやはりその胃の方もスタートということでは、何にも食べないでっていうのは決して良くないことですね、ですね、はい、で続きまして18番目、寝る前2時間以内に食事をとる。そうすると逆に言うと2時間食事をとってから2時間後に2時間以降に寝ないとかなり胃に負担がかかるということですね。あの、まあ、あの人によってですけどね、はい、あのまあ、1時間以上は消化に力を、ね、注がなきゃなりませんので、寝るということはやはりあの胃を動かない、ところが胃は動かなきゃいけない、入ってるから、はい、ところが脳は寝なきゃいけない、うん、そうするとやっぱり睡眠不足にもなるし、うん、実際には寝られないとかね、うん、そういうバランスを、ますます自律神経のバランスを壊してしまうとなりますからね、うんうん、大事なことですね。そうですね、はい、続きまして19番目、野菜類が嫌いである。やっぱり食物繊維とかその、まあ、野菜類を特に、まあ、摂取しないとやはり胃の方にも影響が出てくるんですね。そうですね、やっぱりバランスもそうですし、うん、それから特に肉類が好きな人ですね、そういった人はその野菜がスポンジになりましてね、胆汁酸なんかをこう吸収してくれるから、やはりその肉だけでってなるとね、
だから生野菜をたくさん食べながらお肉は召し上がる方がバーベキューでもね、バーベキューでもね、うん、ただあのバーベキューの場合はついつい火が強いですからね、野菜も真っ黒系になって炭になっちゃいますから ね、うん、あれはおやめになった方がいいですね、ということですね。ついつい食べ過ぎてしまうのもあれですね、うん、笑ったのはあの思い出してそういえば食べてたなそうなんですね、もう身に覚えがもう本当にいっぱいあります。で、続きまして20番目になりますか、胃のバリウム検査を受けたことがある、うん、先生、あの胃のバリウム検査っていうのは、うん、40歳以上になってから定期的に受けた方がよろしいんですか。そうですね、あのもちろん住民検診とか、うん、はい、胃がん検診とか、あの、まあ、国あるいは地方によってね、そういう受けるチャンスあります。あるいは主婦検診とか、はい、あの会社でも会社の奥様の方の検診といろいろありますから、そういう中で機会があればお受けになった方がいい、うん、であの昔と違ってね、昔は本当にバリウムもまずくて、うん、まあ、あの非常に飲みづらいとか、そのバケツでなんかこう混ぜて、うん、あのしたもんです。今はもう非常にあの飲みやすい、バリウムなんですよ、うん、ですから、うん、そういったものでしかもあの薄くあの白素その病変を出しやすくなってますからね、うん、だからただあの移す時に少し胃を膨らませなきゃいけませんから、その辺がどうしてもそのゲップをしないでしないってとにゲボッとなったりですね、炭酸を事前にこう、うん、そうそうなんですね、だからそういう発泡剤であの嫌だからとか、バリウム飲んだらあと便秘になって嫌だと言われる方もいらっしゃいますけれど、うん、できればあの、まあ、最近の、ね、バリウムは非常にその飲みやすいってことですから、うん、まあ、あのぜひ一度は受けなった方がいいですね。では、続きまして21番目の項目です。牛乳は嫌いで飲まない。牛乳は乳製品じゃなくて牛乳がやはり酸に対してね非常に良い働きをしますので、牛乳を好きな人っていうのは胃がんが少ないと言われてるんですよね。そうなんですか、うん、だからやはりその、まあ、コーヒーだけブラックじゃなくて牛乳も入れるとかね、うん、あるいは牛乳をあの寝る前にね温めて飲むっていうのは、うん、まあ、胃にもいいし、それからよく寝られるってことはもう言われてますからね、うん、なんかあのお酒を飲む前に胃の、ま、なんかこう膜を張るために牛乳を飲んでお酒を飲むという、うん、そうそう、 あまり悪酔いしないとかっていうことになりましたね。それもあります。例えば牛乳飲むとアルコールが飲みたくなくなってしまう量が少なくなる。そうですね、はい、では、続きまして22番目です。はい、夕食はいつもお腹いっぱい食べる、うん、やっぱりこう食べ過ぎ、この次もそうですね、はい、23番目と一緒ですね。あの食べ過ぎ、逆にまた食べなさすぎ、もう過ぎることというのがあんまり良くないですよというところですね。そうですね、あの胃の、ね、バリウムの検査をされるとご自身の胃の形、はい、それから、まあ、胃下垂であるとか、あるいはそういうことが分かりますからね。そうするとあ、いっぺんに物を食べちゃいけないんだとか、うんうん、あるいは食べてね本当にすごく膨れて、うん、まあ、行かない時に時には左を上にして流してあげるように横になった方が楽なこともありますからね。ただやはりこういう検査をして自分の胃を確認すると、まあ、あのそういう形状ですね、もうあの、まあ、甲状胃、爆状胃、いろんな言い方があるんですけど、はい、実は胃下垂の方って結構多いんですよね。特にあの女性で、はい、多いですから。そうなんですか、うん、そうするともう本当に、まあ、胃がこう胃底がですね、もうあの上前腸骨棘という骨盤の骨ですね、そこのところを薬味線ってそこまでこう下に落ちちゃって、そんなに下がってるんですね。そうするととても頸腸まで圧迫しますから、うん、あのだからすごい胃もたれするとかっていうことで、うん、でもあの写真を撮りになってお見せしてこれだけ胃下垂ありますよということで、だからやはり少し少なめにあの何回も召し上がってくださいとか。なるほど、うん、でやっぱり炭酸系はって、私炭酸やっぱ飲まないですっておっしゃる方多いですね、うん、はい、胃下垂も含めてご自身の胃をバリウム検査した時に結果の表だけじゃなくて本当はご覧になった方が、まあ、もっと自分の体を知っていただくということで
大切でしょうね。予防にもつながってくるんですね。そうですね、はい、うん、はい、では、最後のまあ2つになりますけれども、最近食欲がなく逆に痩せてきた、かなり、うん、やっぱり食欲がない、食べたくないってことが、まあ、胃腸の障害が調子が良くないってことでね、食べてるのに痩せてきた、食べたくなくなってきたってことは大切ですから、まあ、これは進行がんで、まあ、痩せてくるっていうのはもうかなり進んでるんですけど、はい、まずやはり食欲がある、うん、食べて美味しい、うん、っていうことですね。そこが一番の基本でしょうね、うん、はい、はい、で最後の項目でございます。25番目、間食はしない方である。間食というのはその3分の食事の合間に、まあ、お菓子であるとか、そう、お菓子とかケーキとかね、ケーキとかですね、まあ、食べ過ぎ食べなさすぎのところでも同じような形になるかと思いますけれども、まあ、多少 の、 ストレスを、ね、なくすためにいったらいいんですけど、間食がかなり大きな部分を占めるような間食ではね、まあ、大きなケーキとか おまんじゅう何個とかなるとね、それはやはりちょっとね、そうですね、はい、はい、で、こちらの方のチェックリストなんですけれども、番組の方で今スライドの方でも出ましたけれども、先生 の、 診療所のホームページの方でもチェックができますの で、はい、ぜひ小橋文州ビル診療所の方の、ホームページの方にもアクセスして再度チェックいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。で私の方が事前に胃がんのチェックをしてまいりましたところ、はい、点数がですね、まあ、約ちょっとまあ20点弱ぐらいのですね、ちょっと点数ということで、今回総合判定の方を記載させていただいたのですが、ではパワーポイントの画面の方よろしいでしょうか。はい、10点以下の方については、まあ、健康体ですよ、現在は心配ありませんので健康維持に努めましょう。で11点から29点の方、私もここに該当するんですけれども、危険度は低い、だからといって食生活の不摂生はやっぱいけませんよということで、日常食生活のバランスにやっぱ注意をする必要性があるというところでした。はい、すごく思い当たるところがたくさんありました。はい、早食べとかですね、いっぱい食べ過ぎるとか、そうですか特にそこがポイントが高かったです。はい、で30点から49点、かなりまあちょっと点数が高めですね。こちらの方の場合は胃の状態にやはりちょっと問題がある可能性があります。特に40歳以上の方は年に1回の内視鏡検査を受けることをお勧めいたします。で最後、もし50点以上の場合、やはりこれは胃がんの危険率が増加しているので、自覚症状がなくても早期がんは存在しますので、胃の X 線検査および内視鏡検査の方を受診してください。バリウムですね、バリウム検査でも、まあ、50点以上の方はね、はい、もう本当に内視鏡をぜひお勧めしますけどね、はい、はい、ということですね、はいはい、では胃がんを早期に発見するにはどうしたらいいのか、うん、というところで次のところに行きます。はい、では、次のパワーポイントになりますが、胃がんを早期に発見するには、ただその早期といっても1番、早期胃がんは自覚症状がほとんどと言っていいほどないということで、そうですね、怖いですね、これはかなり怖いんです。ですから、まあ、胃炎とか、まあ、胃潰瘍といった場合はね、はい、非常にまあ痛いですから、はい、症状が起きて胃が痛い、胃が悪いということになるんですが、はい、実際に早期胃がんというのは、本当に自覚症状がほとんど出てこない。でここがまずで、我々としてはぜひとも早期胃がんの段階で見つけたいということですね。この辺が一つ大きな胃がんということをもう一度ね、認識していただいて、まあ、ぜひね、検診を受けなって、あるいは検査をね、受けなって、うん、それで、自らやはり胃がんというのに向かい合うということですね、はい、向き合うということが大切ですね。やっぱり検診をしないと、その自覚症状がない胃がん、早期胃がんを見つけることができないので、うん、とても大事なことですね。そして、2番目、ヘリコバクターピロリ、まあ、ピロリ菌ですね、うん、はい、こちらの方の検査も行いましょう。そうですね、はい、まあ、実際において、はい、これだけね、マスコミで言われてますから、ピロリの検査したいということで、
ただ内視鏡検査を受けないと、はい、ヘリコバクターピロリ IgG 抗体血液でのピロリ菌の検査っていうのは、はい、保険ではできないんですよね、うん、ピロリ菌の検査保険ではやっぱりできなくて別途かかってだからかかるあのできるんですが、うん、内視鏡検査は OK になってな、うん、やらないとダメなんですよ。ピロリだけ検査してほしいと言われると、まあ、今の保険医療ではまだあの、まあ、許可を下りてませんので。なるほど。ただまあそんなにね高い検査でございませんので検診やドックで、はい、ピロリの検査は、うん、あのぜひね、うん、あのもう積極的に受けなったのが私はいいと思いますね。かなりの方ねやはり陽性出ててでその後除菌されて、非常にすっきりしたともうあのそういう声をねたくさん聞いてますから、まずはやはりあの検査を受けて自分がどうかっていうことを見る。であればあったでちゃんと除菌すれば大丈夫ですからね。先生、はい、除菌すると大体どれくらいの期間でその、まあ、除菌まず1週間です、うん、1週間、まあ、1日2回かなり強い、まあ、2種類の抗生剤と胃を保護するお薬とかですね、うん、お飲みいただいて、はい、それで、終わって8週後に呼気テストっていうのがあるんですね。こうふっと風船で吹いていただいて、はい、それでもって除菌の確認する、うん、で不幸にしてダメな場合もあるんですね、うん、そういった場合は第2弾の、第2弾の、はい、除菌のやり方がありますから。なるほど。まあ、大抵それでほとんど、まあ、あの除菌は完成なんですが、1週間そのお薬を飲んでる時にね、うん、そのアルコール飲んじゃったとか、うん、まあ、不摂生しちゃったとかそうするとやっぱ効かなくなることがあります。もうその間は禁酒、禁酒もちろん禁酒です、はい、まあ、もちろん禁酒禁煙でね、うん、で、まあ、あの、あとは食生活も気をつける。それとかなり強いお薬ですから、はい、その間にあまり過度な運動とかね、うん、そういったこともあの気をつけなきゃいけないし、なるほど、うん、多少下痢になることもありますから、それはもうある程度あのご説明してね、うん、下痢になりますよと、うん、ただ湿疹出たら もちろん注射しなきゃいけませんので、その辺もあのよく、まあ、主治医というか専門医とお話をしてそれで、お飲みいただければと思います。でやる限りはやはりその1週間は確実に除菌する期間を設けると。だからお出したから明日からじゃなくてもうここからここまでは禁酒もする、で飲むんだということで家族にもあの伝えていただいて、ということは食事もそのあんまりヘビーなもの、除菌アルコール飲まなきゃいいんだっていうので、まあ、焼肉の食べ放題ってこれはやっぱりいけませんので、うん、ちょっと消化のいいものに変えていただいて1週間除菌をするということに専念していただければ大丈夫でございます。ですね、はい、はい、では、続きまして3番目ですけれども、あ、これですね、あの血清ペプシノゲン値検査、ね、先ほども出ましたね。そうですね、はい、やはり基準値以下の場合はリスクはとても大きいですよ。これ話題になってるんです、うん、学会上ではかなりあの学会レベルで、ね、話題になってるんですけど、まあ、なかなかあの検査ですから、まあ、あのドックでもね、はい、あのもう少し臓器別ドックっていうのはね、まあ、ございまして、うん、やはり消化器、はい、まあ、胃がんを徹底的に見たいといった場合に、まあ、こういう組み合わせでね、あの見ていくということで、あの実際にそういった方も自分はもう胃がんの家系だからということで、まあ、半年に1回必ずペプシノゲンを見る、ワンツーも見る、うん、そういう日も見るということで、もちろんピロリも見るということで、うん、されている方がいらっしゃるから。なるほど、うん、でもあの特にあのその次の素因の部分も関連してきますけども、うん、そういった方はチェックが必要ですねっていうところですね。そうですね、はい、あのまあまあ、遺伝的なリスクっていってまず一つは若年性で、ね、胃がんになられた方がいらっしゃる、つまり、まあ言葉はねあのちょっとシビアですけど、はい、30代後半で胃がんで実は亡くなってるんだとか、よもや30代とかまあ、40代というのは胃がんがんならないと思っていればそのかなりその浸透度が早い未分化のがんで、はい、あるいは後ろから回るようなスキルスで、うん、まあ、見落としというよりもね非常にもう進行が早くて気がついた時にはもう転移しているというそういうことがあるとそういう家族がいらっしゃるとやはりハイリスクと考えた方がいい。もう一点は直系にお二人いらっしゃるかどうかですね、その家系の中で、その家系ですからやはり一つはあのご兄弟
次はお父さんお母さん、はい、それからおじさんおばさん、おじさんおばさんなのね、あんまり本当のことはあの胃がん、いや肺がんだったよとかね、いや肝臓がんだったけど最後ってよく聞いてみると、まあ、どこが原発かよくわからない、でもそれはその胃にがんがあればやはり胃がんとして一つはあのハイリスクと考えて、怖がるんじゃなくてやはり一つは生活習慣に気をつける、それから検査を受けるってことですね。では、一つ戻りますけれども、これもそうですね、あの先ほどもあのちょっと重複しますが、やはり最近ではタバコと胃がんの関係が、まあ、指摘されているということで、タバコの煙を吸うとやはり胃まで、そうですね、はい、ということですね。私はよく分かりませんけど、空腹の時の一服があの最高だというふうに言われる方多いですけどね、だからやはり胃の中に煙を入れるということは決していいことではないと思ってましたけど、やっぱりその通りで、そういう胃がんとのリスクがかなり報告されておりますからね、まあ、できればタバコはねお控えになった方がいいでしょうね。はいですね、はい、続きまして、はい、これですね、6番目、排便時のチェック、先ほどのその黒い便ですね、はい、タール便の確認をしましょう。で、まあ、黒い便というのは上部消化管、はい、赤い便というのはこれは下部消化管、その場所によって便の色も時間の経過とともに変わってくるんですね。それから排便してから出血するのは、まあ、自出血ということもありますから、ただ出血したのは嫌でしょうけど、ご覧になった時に便の中に絡まってるとかね、それからまあ、きれいかどうか、出血がね、そういったものも、まあ、実は肉眼である程度便の中にも絡まってるとかっていうことは良いことではないし、それから排便時のチェックはその見るだけじゃなくて匂いもあるんですよ。なるほど、だから匂いっていうのはスカトールっていうのがね、その大便の、まあ、匂いで、はっきり言ってまあ、うんちの匂いっていうのはねいいもんじゃありませんので、ただ自分のうんちは臭くても我慢できるでしょう。ただ人のうんちってのは我慢できませんよね。だけどその食べるものによっても違うんですよ、もちろん匂いは。ただ不愛臭っていうかね、なんかそのかなり臭い、だから出るおならも極端に臭いといった時にはやっぱり要注意ですね。要注意で大腸もやはり問題点があるかも分からない、そうですね、だから大腸がんの時にも確かこの匂いについてもそうですね、言いましたしね。だからやはりその便は流す前にミルク癖をつける、それにはまあお手洗いはね白い方がいい。そうですね、トイレの便器の色はいろんなカラフルな色ありますけれども、やはり白の方がチェックがしやすいということですね。そうです、健康には大切ですね、はい、では、続きまして7番のチェックですけれども、定期の、まあ、胃がんの検診、食道胃バリウム検査で、特にポイントなのが胃の透視直接撮影を行うというところで、やはりその直接というのはかなりまあこう大きく拡大した状態でやはりチェックをしないと、まあね、いろんな健康診断の予算もありますから、はい、まあ、理想だけではなかなか難しいんですけど、そうですね、関節写真っていうのはだいたい 10×10 なんですね、それでも8枚ぐらい、あるいは多くても10枚ぐらいで、もう右向いて左向いてこうしてこうしてこうして終わりなんですけど、やっぱり 10×10 で見るのと実際に大きな写真で見るのと、それから直接というのは見ながらこうやりますからね、だからあれここがと思った時はもっと右向いてとかもっとひっくり返ってね、バフラゲ腹外でとかでもっとバリウムを、そういうことで実際に、まあ、見ながらねやりますから、見落としがやっぱりかなり少なくなりますね。そこがポイントですね、はい、そして、8番目、上部内視鏡検査、これは胃カメラ検査ですね、こちらを受けましょうということでございますけれども、はいはい、先生つい先日というか、国の、まあ、厚生労働省の方の指針が、はい、8年ぶりにどうも改定されたみたいなんですけれども、その中では
国の、まあ、あの、なんでしょう、保険適用としてはバリウム検査まで適用されますけれども、あまり件数が少ないということで、まあ、内視鏡検査の方は、まあ、含まれないというような形でどうも指針が、まあ、改定とはいえその部分だけは以前と変わらずということを保険発表があったみたいですけれども、これはあのがん検診ですね、がん検診の指針として、はい、まあ、本当は医師としてはもちろん内視鏡検査の方が良いのに、ね、詳しいことありませんが、うん、まあ、あのいろんなね、がん検診で内視鏡まですると結構ね、うん、あのというのはですね、まあ、ある今までの経験上、はい、まあ、ご希望は内視鏡という、うん、まあ、ある組織があったんですね、うん、まあ、ある県がね、それでお受けになった時にやはり我々は見て、これは、まあ、あのそういう可能性があるといった時にご本人に承諾してもらって、生検もすると、うん、もうとにかく早く見つけることなんですけど、はい、そうすると、まあ、生検入ってませんのでね、だからそうすると病理学的検査、まあ、保険で適用ということでした場合にやっぱりそういう県からクレームが来ましてですね、やらなくていいんだと、これはあくまでもあのがん検診だから内視鏡で見たというだけでいいんだと、あと、まあ、内視鏡的な、まあ、分類でとなりますが、まあ、正直言ってね、やはり医療というのは患者さんのためであるということはね、絶対ですから、うん、そこで悪いかも分かんないのにやめてまた後でっていうのはちょっとね、そうですね、うん、だからそういった面を考えると、内視鏡ということになるとどこまでが範囲ですか、どこまでがってことになっちゃうから、まあとりあえずそれは保険医療でということになるんでしょうね。ですからがん検診として進めていきたい気持ちの反面、やはりその次のいろんな問題、ただあの病気として考えた場合には本当に早期に発見し、そして見ていく、それからあの完璧じゃありませんのでね、もどきといった場合には専門医は、まあ、今のところはそうじゃないと思うけど、あるいはあれですよね、うん、先生、もどきというのは潰瘍だった場合とかですね、がん、まあ、ではないですね、がんではないだろう、うん、で組織もがんではないと、うん、ないけれどちょっとやはり周りのことを考えると3ヶ月後にもう一回しましょうとかね、うん、そこがやはり主治医であるからこそ、その方のライフスタイルから素因から含めてトータルで判断ができるからということですね。あの健康診断だけで、ね、内視鏡を受けなというか、うん、内視鏡のかなり侵襲検査ですから、はい、やっぱりそういう中で今おっしゃったように患者さんを見ている、それから背景も知っている、うん、そういったことでもちろん検査結果も知っている、だから、時にはね、来月もう一回やりましょうという場合もあります。ということですね、はいでは、その早期がんとそのもう進行がん、この違いについて、うん、ちょっとあの映像があるのでかなりちょっとショッキングな映像であるかもしれませんけれども、はい、合わせてあのちょっとあの先生にご説明いただきたいなと思います。まず早期がんと進行がん、この分類について、早期がんは、組織のこれは浸潤、よろしいですか、浸潤が、ね、粘膜下層までを言うというところで、あのちょっとこれがですね、胃の簡単に粘膜、上からいきますと粘膜上皮、粘膜筋板、粘膜下層すいません、そして固有筋層の小膜、うん、はい、そういった順番で胃に近いのは小膜の方で、いや違う、逆ですね、粘膜上皮が胃の内側のですね、そこからどん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 外側に行くような小膜が一番最後ということで、早期は早期がんかあの、まあ、進行がんかというのは今言った粘膜下層を切ってるかどうかなんですね、分かれるということですね、はい、では早期がんというのはそもそもどういった状態のものを言うのかというところで、ちょっとスライドの方でですね、あの画面をちょっと見たいと思うんですけれども、あの実際の早期があるんですけど、はい、こちらの方ですね、はいはい、まずは先生がちょうどポインターで、ね、あ、はい、このポチッとなってるところですね、そうそう、このですね、はい、まあ、早期がんも実は隆起型盛り上がってる、はい、それから表面が隆起している、はい、それから
表面があの隆起しててもそれを3つに分けてね、どの程度かということで、見る。それが肝黄型、これが早期がんの分類です。そう、これは内視鏡で引っ込んでるというね、だからポコッと出てる、それからヒュッとこう、まあ、膨らんでいる、膨らんでいる、そうです、そう、膨らんでるのを早期がんの 2A、2B、2C と実は分けるんですけどね。でそのなぜそういうことをするかというと、それによって持ち上がるかどうか、持ち上がればこのように、でこれちょっと見にくいんですが、はい、これが実際の内視鏡 の肉眼で見たところですね、はい、でこれは MBI といって特殊な光を当ててですね、なるほど、こういうふうにどこまで盛り上がってるかというのを見るんですね。もっとより一層拡大して分かる。これはインジゴ、染色してですね、色をつけてるわけですね、色をつけて血管を浮き出してるんですね、うん、それによってどこまで広がってどこまでっていう、うん、それで、マーキングして、これはあの実は 2×3 センチなんですけどね、そんなに小さいの、小さいです、うん、それで、剥がしちゃうということですね。そもそもあのつまむのではなくて、そうそう、周りをそれを剥がしちゃうということが可能なので、その方が全く早くて侵襲も少なくて済むんですね。先生、この早期がんでこういった切除をする場合というのは、うん、入院する必要性っていうのは、まあ、そんなに、まあ、2、3日で済むような感じのものですか？そんな長くないですね。そんなに長くないんですか？はいはい、ただその後の出血とか状態とかいうこともありますから、それはまあ慎重に、はい、もうこれをやってすぐその日に帰るわけではございません。ということですね。はい、で次の状態もあのこれも早期がん、早期がんです。まあ、進行がんじゃなくて早期がん、これ潰瘍みたいに見えますね。あ、なんか白くなってる部分ですね、はい、白くなってね、ここなんかそうですね、うん、ところがそういう特殊な光を当てると、まあこういうふうにはっきりする。それから血管を見るとね、なんかボコボコになってますね。こういったことでどの程度かっていうのを見るんですね、うんうん、なるほど、うん、では今2種類の早期がんございましたが、肝型、ね、次に、うん、はい、進行がん、こうなるともう、ね、説明するまでもなく、もう本当にボコボコになってましてね、うん、これは卒業しても、ね、これはもう、ね、まあ、この場合にはオペになるんですけど、はい、手術もそのオペも実は今腹腔鏡か、そう、お腹膨らましてですね、はい、外からカメラを入れて、それで開けなくて撮るということも、うん、穴を開けて、そうです、腹腔鏡の手術ですね、うん、こういったものも進んでまして、進行がんでもその腹腔鏡の腹すいません噛みますね、腹腔鏡 の、うんうん、手術は可能なんでしょうか？まあ、可能ですけどね、でもステージによりますね、だから、まあ、進行マン、ボールマンの1から5件もありますけど、うん、まあ、どの辺りまで浸潤している方、うん、どの辺りまで取れるのかと、ただ、まあ、進行がんの場合はもう普通は切除オペっていうのが普通は順当ですね。そうかですね、先ほど言いました、進行がんの早期がんの場合に、うん、まあ、時にはその内視鏡下で、うん、ここまで今のレベルではできますよということですね。はい、で、もう一枚の、まあ、これ最後の画面ですけれども、はい、これも同じく進行がんで、これもかなり進行進んでいる状態だということですね。はい、この状態だとやはり胃の切除という、まあ、大きな手術が必要になってくると、そうですね、そういった状態でございました。はいはい、では、もう一度ちょっと画面に戻りますけれども、はい、やはりそういった形でやはり早期に発見する必要性がとてもやはり必要であるということが今の画像でも分かった。はい、ただその早期がんというのはなかなか発見しづらいので、やはり定期的な検診は必要です。そうですね、というところでございます。はい、で2番目でございますが、細胞の組織型や分化度、分化度というのは細胞分裂の、その分裂の度合いという形で、うん、ご理解いただければと思うんですけれども、こちらの種類としては分化型と未分化型に2つに分類される、うん、ということでよろしいですか？高分化、はい、中分化、低分化、2つではない、いろいろとあるわけですね、に、まあ、対応して未分化っていう、まあ、はっきり言って、まあ、陽弱なんですよね。ですから陽弱というのは、その方が、まあ、シビアなんですね。で細胞自体が 若い状態なので、若い方がやはりその広がったりなんかする、うん、あるいは転移するリスクが高いということですから、未分化の方がとてもリスクが高いというところで、そうです。だから高分化なんかはやはり、まあ、ある程度成長した、はい、細胞ですから、うん、悪いことあるんですよ、がんで。だけど、まあ、それほどその後のことに対してはまあそう怖くない、うん、これに書いておりますけど、未分化に対して陰管細胞、細胞がんという、やはりその核が寄っちゃってね、指輪みたいになっちゃって、そこにまあ水が溜まって、そういうのをまあ陰管シグネットセルがん、細胞がんというんですけど、こういったやはり非常に
まあ、転移しやすいとか、うん、広がりやすいというような場合もあるんですね。こういうのは組織診断ですから、だからやはり見てその内視鏡分類、診察の分類、それから組織診断、こういったものを合わせてどういうふうに、まあ、オペを組んでいくかということですね。そういったことも必要になってまいります、はいはい、なのでそれぞれで、まあ、治療方法の方は異なりますよというところですね、はいはい、なるほど、わかりました。では先生、最後になりますけれども、はい、では胃がんを予防する、あ、すみません、ここの続きですね、はいはい、胃がんを予防するための10か条、必要なこと、まあ、10項目になりますが、こちらのおさらいも含めてになりますけれども、はい、まず1番目、やはり塩分の多い食品やおこげなどはできるだけ避けましょう。特に一緒にね、はい、召し上がるときは、そうですね、ですから、はい、繰り返しになりますが、まあ、塩分の強いものを、ね、と魚の真っ黒になったとかお肉の真っ黒になったって、あるいはそういったものに塩をいっぱいかけて食べるというのは、はい、ちょっとやはりお控えになった方がいい。ニトロス化合物というのに変わる可能性がある、発がん性の物質に変わる、うん、でその発がん性の物質に変わるためには胃も悪くて塩酸やペプシンがどんどん出ちゃってるという時に、うん、そういう、まあ、胃がんを発症する物質に変わり、それが攻撃をしてがん細胞に置き換えるというふうに言われてますからね、うん、まあ、やはりあまりおこげはね、好んで召し上がるのはちょっとお控えになった方がいいですね。はい、はい、そして2番目、毎日の緑黄色野菜摂取しましょう。そして果物も摂取いたしましょう。これは、まあ、全体のがんじゃなくなだけじゃなくてですね、やはりバランスですね、バランスですね、はい、はい、そして3番目、こちらもそうですね、禁煙を徹底しましょう。タバコの影響が胃がんの方にもかなり出てますよっていうところは、はい、認識をした方がよろしいですね。はい、はい、そして4番目、ピロリ菌、ピロリの検査を受け、陽性であれば除菌を行いましょう。やはり検査をまず受けましょうというところですね。はい、はい、そして5番目、血液検査、括弧で、貧血検査、そして CEA、血清ペプシノーゲンのペプシノーゲン値などの検査を行いましょう。萎縮性胃炎のそちらも指摘ということで、先生、この貧血検査というところについて、結局ですね、はい、まあ、早期がんでもですね、はい、出血をその気がつかないうちに慢性の出血をしていると、はい、小急性低脂質性貧血というね、はい、まあ、俗に言う鉄欠乏性貧血ですが、鉄ももちろん見るんですね、はい、そうするとそういった鉄欠乏の場合にひょっとするとそういう消化管の出血があるんじゃないかということに気がつく、はい、それでそれはいつも貧血ですよというのではなくて、やはりちょっと変化が出てると、うんうん、下がってますよった時にこれは小球性低脂質貧血をやっぱり考えますね、うん、なるほど。 CA は、まあ、ずいぶん前から言われている消化器がんの主要マーカーの一つで、これだけでもちろんがんというわけないですし、はい、タバコをされる方は結構陽性に出ちゃいますからね、うん、ただこういったがんをやはり気をつける、それからそういったものの動きを動向を探るということが大切ですね、うんうん、なるほど、とても大事ですね、はいはい、先生、かなりですね、やっぱり胃がんに関して、うん、ご質問がちょっとまとめてきてるので、はい、それちょっと最後にちょっとまとめて、はいはいはい、お答えしていきたいなと思いますので、はい、まずはおさらいを、あら、あららら、ごめんなさい、はい、ですよ、はい、もう一度ちょっとスライドショーの方を、すみません、はい、大変失礼しました。最後ちょっとスライドでおさらいをしてからご質問の方のコーナーに行きたいと思います。はい、で6番目の方からざっと流していきたいと思います。やはり排便時チェックしましょう。あら、もう一回ですね、ごめんなさい、いいですよすみません、うまくいかないですね、はい、はい、大変失礼しました。はい、6番目、排便時、やはりタール便などをチェックですね、毎日チェックしましょうということで、はい、便器は白い方がチェックしやすいですねというところですね、はいはい、そして7番目、ストレスや睡眠不足に注意をいたしましょう。そして深夜の食事にも要注意です。
定期的に胃がんの検診を受診しましょう。そして最後に定期的な内視鏡検査の、まあ、施工をしましょう。内視鏡検査を受けましょう。これはやはり早期発見にとても重要ですよ、そうですね、というところでございました。はい、はいはい、そしてですね先生、かなりこの検診に関しても出てるんですけれども、先生この内視鏡検査ご質問の中であるんですが、うん、胃の弁の部分ですねが、どうもその検査の結果で緩いと言われました、うん、何かそれは問題が影響があるんでしょうかというご質問が来ておりますけれども、弁っていうのは今おっしゃってるのはね、食道から横隔膜で胃に行くところですね、はい、それが、まあ、緩いというかやはりスライディングしてその 逆流性食道炎の前にヘルニアを起こしていると。ヘルニアですか。はい、ですから例えば、まあ、逆流性食道を起こしやすいような横隔膜のところにヘルニアを起こしている人というのは緩いという言い方をして、そういう方というのは実は歯を磨いてウエッとするとかね、ウエッとしちゃうとやっぱりこうスライディングしますから、そうすると、まあ、緩いという形になる。そうすると当然逆食を起こしやすくなりますから、まあヘルニアを起こしてるから、うん、じゃあもう治るかっていうのは、まあ、そう簡単に、まあ、治るもんじゃないですから、やはり逆にそういう方は今言ったように、食べ過ぎとか月下だとか熱いものはやっぱり気をつけると控えになられて、ですね、で定期的にやはり検査を受けて改善の方法を、ね、どの程度かって今どの程度か、うん、まあ、良くなっているのかどうか、それからやはりちょっと応答にはねちょっとお気をつけになった方がいいですね、うん、ということですね、うん、はい、まずはちょっともう一度状況をきちんとチェックしましょうということですね、はいはい、で続きましてのご質問で、はい、同じく内視鏡の、はい、質問なんですけれども、内視鏡による胃がんの発見率は高いのでしょうか。内視鏡検査を受けていればとりあえず安心という認識でよろしいでしょうか、というのがご質問の内容ですけれども、まあ、安心ですね、お受けになるとそのもちろん今は内視鏡っていうのはもう皆さん苦手でね、おえっとしてとかもう絶対と言われますけど、鼻からもできますからね、今警備カメラが小さくて細くて鼻だと喋りながらこうですよってお見せしながら今やりますからね。なるほど、うん、で、まあ、中にはね、もう、まあ、園芸のね反射が強すぎてちょっと麻酔をかけてやる場合もありますが、あんまり強い麻酔で気がついたら、まあ、終わってたと。で大腸の場合はねかなりやっぱり負担かかりますから、ある程度の麻酔はやめないか分かりませんけど、上の場合はあんまり麻酔というのはやはり肝臓にも負担になりますし、医師としては本当は麻酔はできる限り少ないの方が良いということであります。とただそのゲートが違うとねもう二度と嫌だということになるんですが、今はカメラがものすごく進んでまして細いですし、それから、うん、テクニックも進んでますしね、まあまあ、こういうところで言うのなんでしょうけれど、日本人のドクターは世界に誇れるぐらいナンバーワンです。あ、そうなんですか。それを聞くととてもなんか安心しますね、はい、海外の方がね、うん、やはり、内視鏡に関してはまあ、日本で受けたいと思われる方がもうこれからも増えてくるでしょうし、そうなんですか、はい、なのでまずは、まあ、やはりまず検査を受けること、そうですね、それで状況を確認すること、はい、それと内視鏡を受けになってどんな状態か、うん、自分は内視鏡が例えば半年後か1年後にいるのかどうかっていうのは、うん、やっぱりその見られた主治医が、うん、いやこれなら、まあ、よほど症状でね、あるいは便でなんかない限りは、うん、1年はいいですよって言われるか、あるいはこれだけこういうことがあるから、これが癌化する可能性もね、うん、あるから、じゃあ、来年もやりましょうか、うん、あるいは半年後にやりましょうかっていう、だから受ければ安心というのをぜひ聞いてほしいんです、中身を。そういうことですね、うん、まず現状を把握して、はい、そこからは主治医の方とそうです、ね、きちんと、はい、コミュニケーションを図って状態を見ていくということですね。内視鏡検査を受けになった時に、うん、同じ先生に本当は見てほしい。あ、そこがポイントですね。医師がやっぱり前はこうだったって、うん、もう非常にそれを覚えてますからね、うん、そうすると大丈夫かなと、綺麗になってるとかね、こうこうこうだとかっていうことはかなりやはりそういった点でもう毎回違う先生っていうのはちょっとね、その辺は、まあ、内視鏡の主治医を決めていただいた方がより安心ですね。よりベストな選択ですね。そうですね、はいはい、そして、続いての質問ですけれども、胃の負担を減らすためにやはり食生活がとても大事であるともちろん認識しておりますが、お腹を冷やしてしまったり
ベルトを強く締めるといった外的要因も胃に負担がかかるものなのでしょうか。かかります、もちろん。もちろんかかるんですね、はい、あの寝てる時にですね、はい、あんまりパジャマのゴムがきついと、はい、結構あの胃腸には良くないですから。そうなんですか。うん、ですから、あ、まあ、もちろん胃が下がってる人下がってない人いらっしゃいますけど、 あ、はい、あんまりあのなんていうかあの締めるようなもので、うんうん、あのお休みになるのは良くない。自律神経だからストレスがかかってくるというところでしょうか、ね。それと、まあ、あのスタイルを気になさって、はい、あまりぎゅうぎゅうに締めるようなことをお作りになるのもちょっともちろんあの胃には負担かかりますから。そうですね、はい、ちょっときついズボンを無理やりこう履いて一日を過ごすとあまりこう一日も良くないですね。ズボンだけなくてあの、うん、なんですかボディースーツですか、それも、はい、あまりあの強いと、うん、決してあの、まあ、体には良くない、体には良くございませんので、はい、ということですね、はいはい、外的な要因もやはり負担がかかるということでございました。はい、はい、そして最後に、はい、ご質問ですけれども、イカ水、先ほどありました、はい、イカ水と胃がんというのは何か因果関係というのはありますでしょうか。実際に因果関係はございません。あ、そうなんですか、うん、ただイカ水の人は消化が悪い、うん、はい、家になりやすいというのであれば当然そこから来る、そこから来るそのリスクは、うん、イカ水でない人よりも高いかも分かんない程度です。なるほど、はい、ただ因果関係は現状は認められない。いや、もうそれはあのイカ水とは胃が下がってるということで、うん、まあ、手が長い足が長いと同じように考えていただいて、特に、うん、あの女性の場合にはどうしても妊娠されてね、で子宮底が上がって、はい、それで、まあ、お子さんがいらっしゃるのできるからいっぱい召し上がりますね、うん、その後で子宮が小さくなってきて胃が落ちるってことは結構ありますからね。ですからやっぱりそういったことで、まあ、あとは胃下垂になられる方が結構ありますね。なるほど、はい、いろいろとやはり今ちょうど質問もパパッと出てまいりましたけれども、はいはい、やっぱりこう身近な食生活であったりであるとか、まあ、ストレスであったりというのは胃がんというのはとても日常生活に直結する内容ですので、胃下垂もあの、はい、ぜひどの程度か自分の胃がどれだけ下垂なのかどうなってるかぜひあのお写真でねやっぱり確認されて、じゃあどう対策しようかということに持って行ってもらうと、うん、食べてる時に私の胃がこうなんだということでちょっとやはりよく噛んでとか、うん、いっぺんに物を食べないとかっていうことにつながりますからね、やはり自分の胃を大切にする伺っていただくということが一番大切だと思います。そうですね、はい、すいません、ちょっと今日はあの時間が押してしまいましたけれども先生の胃がんについて今日どうもありがとうございました、はい、どういたしました、はい、あのご質問いただきましていろいろありがとうございました。ありがとうございました。Was still the old